いや、あんまり変わってないかな。同世代がもなんか早かったので、ちょっと悔しい部分もあったんですけど、まあ、上がれたことに変わりはないんで、嬉しく思います。なんか嬉しいは嬉しいですけど、またなんですか、そんなはしゃぐほどなのか、これで落ちたら結局変わんないし、だから、まあ、今まで通り自分を保てるかどうかなと思うので、そこではしゃがないようにしてます、はい、あんまりないですね。やっぱ負けたくないだけなんで、上の番付意識しないで、その一番一番集中できたらいいかなと思います。ああ、でも自分は変わりたくないので、このままいけたらいいかなと思います、はい、いや、本人が一番、そして本人の家族、応援してくれてる人が一番喜んでると思います。私はもっとこれ小結びで終わらすわけにはいかないんで、全く変わらないです。もっと汗かいてればもっと早く上がれたと思います。持ってるものがこいつはすごいんで、まあちょっと遅かったかなっていう感じはします。最低大関にはなってほしいですね。いや、本人がいつも言ってますから、俺の番付を抜くっていつも人前で言うんですよ。そうすると次大関しかないじゃないですか。じゃあそれを目指せよと言ってるだけじゃ何も動かないんで、私は自分では相当汗かいたつもりでも結局関脇しか行けなかったんで、こいつはまだ汗かいてないんで、こいつが本当に腹の底から汗かいたら、その上は間違いなくいくと思ってます。まあちょっとずつ頑張ります。そこはやっぱ最終目標なんで、自分の相撲人生での最終目標なので、今はとりあえず一場所一場所、まあ、一番一番ちゃんと怪我せず向かっていけるような相撲を取れたらいいかなと思ってます、はい、そうですね、体重が少しずつ増えてきてるんで、それで前にも出れるようになってますし、まあ相撲でのそういう体重増えても動きも落ちてないですし、そういうのを保っていきたいなって感じです。はい、先場所も10番勝ってたので、今場所はそれ以上勝って優勝争い入れて優勝できたらいいなと思います、はい、優勝したいです、はい。